トヨタロブヨントヨタバンガードバンガードは、トヨタ自動車が製造、販売していた、クロスオーバー SUV である。アクティブラグジュアリー、高級クロスオーバー SUV をコンセプトに、開発された。従来から、ある豪華な装飾だけを施行して、高級を求める手法ではなく、質、機能、装備を高めて、高級感を訴求した車種であった。2007年8月30日に発売。 アクティブラグジュアリーをテーマに走行性能と内外装スタイルの両立を図って開発されたクロスオーバー SUV で先代のクルーガーが過去に系統で販売されていた経緯もありトヨペット店及びカローラ店の2系列で販売されていた実質的にトヨペット店における2代目ハリアーやカローラ店におけるクルーガーの後継者種とされていた ミディアムクラスのクロスオーバー SUV である。当モデルは日本国外向けロブ4のロングボディタイプをベースとしており、内外装の設計の多くもそれと共通で、日本向けのロブ4にはない3列7人乗りや V63.5 リットルエンジンが選択できた。前任のクルーガーと比べると全長が4570ミ、mm、リメートルと一回り以上短くなっており、 同じく3列7人乗りを設定している初代三菱、アウトランダーや2列5人乗りの設定のみとなっている2代目、日産、エクストレールと比べてもさらに短かった。このため、室内長でもクルーガー V の 2645mm や初代アウトランダーの 2515mm と比べて 2445mm と短くなっており、小型ミニバンのパス設定、 ダイハツブーンルミナスの 2550mm やシエントの 2515mm よりも短く3列目は非常用と捉えられていた。背面スペアタイヤはオプション扱いになっていた。装着しない場合、パンク対策用タイヤ修理キットが別途搭載されていた。V63.5 リットルは2012年で終了し、2013年10月、 現在の時点では2.4リットルのみの販売になっていたが、同年11月末をもって販売を終了した。エンジンは2.4リットル直列4気筒の 2AGFE 型、3.5リットル V 型6気筒の 2GRFE 型が搭載されていた。プラットフォームは、オーリスなどに用いられている新 MC プラットフォームを採用していた。 トランスミッションは2.4リットルは全グレード7足、マニュアルモード付き CVT3.5 リットルはスーパーインテリジェント5足オートマチックとなっていた。なお、ハリアー及びクルーガーに用意されていた V63.3 リットルのハイブリッドモデルは存在しなかった。サスペンションはフロントがマクファーソンストラット式、リアがダブルウィッシュボーン式であった。駆動方式は 当初 4WD のみだったが、2008年8月19日に2.4リットルエンジンのみに FF が追加された。また 4WD 車には、前輪駆動状態と四輪駆動状態を自動的に、電子制御する、アクティブトルクコントロールや、横滑り防止装置、ヒルスタートアシストコントロールが、全車標準装備されており、走行安定性の向上が図られていた。受注台数が、 月販目標台数2500台の3倍以上である8000台を受注し、好調なスタートを切った。2008年11月以降、ハリアー3.5リットルモデルの販売終了に伴い、販売数は好調に推移し、トヨタの SUV ラインナップにおいても、18ヶ月連続で月間最多登録台数を記録していた。2009年4月は、自販連の新車販売台数で、 ランキング30位に入り、SUV 部門全体でも1位となった。ありがとうございます。